言っていいのかな、結構門外不出にしてたんですけどね、こういう情報ね、お金払ってくれるお客さんにしか言わない情報であったんですけど、得意科目に合わせる、これも結構でかいんですよ。ハローデー、始まりました、モチチャンネルです。今回はですね、前回の動画でですね、早稲田逆転合格しやすいものとしてですね、はい、教育学部があるっていうんで、はい、その教育学部の実際のその対策を聞いていきたいと思うんですけども、ね、こちらが、ね、はい、この怪しい早稲田合格塾代表の平です。今日も教育学部の対策をせーの教えちゃうぞ。ないだん、そんなの何 X ジャパンの都市かと思ったこの格好、はい、でそして平成最後のアイドル、平成平塗りというグループから来ました、春巻こと水木あるかです。今後はね、サムネで彼女で引っ張っていきますんで。はい、わかりました。はい、じゃあそうですね、今回は教育が前回でね、早稲田のその社学の対策をですね聞いたんで、今度は教育どうやって受けてたりかっていうのを聞いていきたいと思います。はい、やっぱり早稲田政経とか法とか、あと慶応の上の方とかは結構みんな受けるんですけど、うんうん、早稲田に関してはだいたい政経法は結構みんな受けてるんだけど、小学部がまあだいたいその政経法のまあ半分ぐらいの人が受けてて、でそれ以外の学部になってくるとまあほとんど受けてこないんですよね。まあ、そういうこともあって、まあ、社学や教育は点滴が、居づらいところになってくるんですよね。なるほど、そこが大きな理由、ね、うん、これは結構大きいですね、まあ、逆転合格を起こす上で、うん、で2つ目に点数の総枠がでかい学部よりも小さい学部の方が逆転合格が起きやすいです。なるほど、差のつく問題とか、例えば早稲田小学部とかだと大問2個で国語だったら60点満点とかあったりするわけですよね、うんうんうん、であの抜き出し問題とかになると4点とかあるわけですよ。でできるやつはそれ取ってくるんですよね。でできないやつそれ落とすじゃないですか。するとそこだけで4点差が開いたりとかして、で他の問題で追い上げとするんだけど、1問でつく差がでかいんで、なかなかね後巻き返しみたいなのができないんですよね、うん、社学は3教科で130点満点しかないです、うんうん、で教育は150点満点しかないです、うん、1問1点とか、ね、はいはいはい、が多いので、そうなってくるとまあいわゆるそこで間違えてもまだ他で逆転ができるよねみたいなことが試合の中で起こりやすいので。なるほど、教育に関してはこれちょっとまた面白くてですね、教育ってちょっとねポジショニングが早稲田の中でも少し面白いんですよ。ほうほうほう。どういうことかっていうと、結構ね小学部が第一志望ですとか、文文校行きたいですみたいなのとか結構いるんですよ。で社学第一志望も結構最近増えてるんですよ、うんうんうん、なんだけど教育が第一志望ですって、あのうち毎年だいたい早稲田が第一志望ですっていう生徒が150人ぐらい来るんですけど、うん、教育が第一志望の人ってね7、8人いるかいないかぐらいですね。なるほど、少ないってことですね、うん、少ないんですよ。でどうやら彼らの受け方を、ただ教育学部自体を受ける人多いんですよ。何が起きてるかっていうと、まあ、文校教育場で受けてみようかなとか、うんうん、まあ、小社学教育も受けてみようかなみたいな感じで、結構ね、まあ、第3番目の女とかになるような学部なんですよね。多い、はい、そこで振らないで、そこで振らないでね、はい、うん、っていうことなんで、うん、これね受験生の方、特に浪人生の方は経験あるかも分かんないんですけど、第一志望とかあと第二志望ぐらいまでは結構やり込むんだけど、うん、第3志望とかぐらいになってくると1年分ぐらいしか顧問やってないやとか、あー能弁で受けることになっちゃったやみたいなこともまあまああるんですよね、はいはいはい、ってなると対策が手薄になりがちな学部であるっていうこと。なるほど、これがまず1点あるってこと、うんうんうん、そして2点目にこれね得意科目に合わせる、これも結構でかいんですよ。ほうほう、まあ150点の中で1万何千人が締めく試験ってなってくると、これ1点でだいぶ変わるんですよね、うんうん、なんだけど例えば国語が得意な人が国語学科を受けたりすると国語の点数が 1.5 倍になるんですよ。で英語が得意な人が英語学科とかあと副文とか受けたりすると英語の点数が 1.5 倍になるんですよ、はいはいはい、つまり単純な話10点差ついてるものが15点差になったりするわけですよね。うん、なるほど、うん、はあはあ、となるとやっぱり得意を生かして受けると結構これ受かりやすくなってくるぜっていうようなことが第2点目にありますね。これでかいです。なるほど、そういうこと、ね、これでうちの塾は結構、これ言っていいのかな、結構門外不出にしてたんですけどね、こういう情報ね、お金払ってくれるお客さんにしか言わない情報であったんですけど、あらよかったじゃないですか、うん、まあもうぜひね、あの公開していこうかと思ったんである程度で、まあ、第3にこれはもうここ 1,2 年で顕著な話なんですけど、あのね 7,8 年前ぐらいまでは結構、まあ、教育の問題ってえげつない問題もちょこちょこ見受けられてたんですよ、うんうん、なんだけどここ 1,2 年ちょっと見てて、特にまあ英語なんですけど、僕が一番大嫌いだった大問5番の会話がだいぶ液化してきたりとか、
前までは本当に会話問題結構難しくて、もう半分取れたらいいよぐらいに僕生徒言ってたんだけど、なんか最近はね、本当に難しいものってやや難レベル以上が1個2個ぐらいかなみたいな風にちょっと液化してきたのがこの19年18年あたりで、そうだから言ってます、早稲田の教育は勉強が報われる、英語に関しては報われるところだからっていうのは、うん、もうその通りだと思いますね。難問はだいぶ減ったなっていうのは印象ですね。でさらに第1問が19年から正常英作文になってるんですよね、うんうん、でね難易度もね大したことないんですよ本当に。なんかマーチと同等かちょっと毛が生えたぐらいかなぐらいで、なんか1個ちょっと難しそうなのがあったかなぐらいではあったんですけど、まあこれもじゃあ取れるってなってる。で残りのまあ3個の長文題も見てみると、結構ここがねちょっと皆さんには知っててほしくて、早稲田教育どっかでね1個だけねなんか半分ぐらい難問からやや難ぐらいのねちょっとえげつない題問を1個だけぶっ込んでくるんですよ。で残り2つとかは割と本文は結構異形とかで割と文系のやつには辛い文章とか設けつつも、なんか素直な問題が多いものが多かったりするんですけど、1個ぶっ込まれてくることが結構多いんで、そこでまあなんかこう狼狽してしまわないようにってことだけ気をつけてほしいかなと思いますね。であとはね、まあ国語に関しては知識問題が結構多いんですけど、まあ知識問題の対策はちゃんとしておいた方がいいですね。読解問題が割と素直なだけに、知識問題で例えば夏目漱石書けなくて落ちるとか、なんか昨日生徒の採点したんですけど、明鏡止水の止水が書けなくて落ちると、落ちはいないけど、まあちょっとこうもったいない点数の落ち方するとかね。明鏡止水わかる？わかんないです。はい、そういう感じの、まあ、知識問題に強いと結構まあ国語も高得点が取りやすいっていうこと。明鏡止水なんか三種の神器みたいなやつ。まあ違います違います違います。明るい鏡。それね、まがたまがあったりとかね。はい。っていうようなこと。でね、社会もちょっと気をつけてほしくて、社会はね、次第志望者は結構苦戦することが多いです。なんでかっていうと、日本史と世界史に関しては、まあ、全体のね、3割ぐらいが書かせる問題です、用語。これ結構珍しいんですよ、次第の中では。ほぼほぼマークってわけでもないんですよね。3割4割ぐらいが書かせる問題で、整形とかになってくるとなんかね、もう7割8割ぐらい用語書かせてくるんですよ、教育って。マジでみたいなところで、だからちょっとね、まあ一問一答とかでやっぱ用語には強い練習をして受けておくと。だから実際ね、結構社会はね、教育の逆転合格のダークホースになります。分かりづらい、逆転合格のダークホース。いや分かりやすいでしょ合格のダークホースって言った方がいい社学のね、まあ、逆転合格のポイントっていうことなわけなんですけども、まあ、社学に関してはね、結構これねむずいんですよ、まあ点数取るってことに関しては、うん、3教科トータルで考えた時に、僕は生徒の答案を毎年もう何年分も採点して見てるんですけど、合格する生徒の答案の傾向として、勝負どころは国語です。国語です。社学って国語の難易度ってあんま大したことないんですよ、実際のところ。英語とか結構ね難しいんだけど、まあ英語はもうほんとね、もう7割35点とか取れたらもう万々歳ぐらいの難しさがあるんですよね。まあ30数点ぐらい取ってほしいんですけれども、ただまあ30数点もね、大問1の難しさで結構ね、まあ、変わってくるんですが、まあ話戻して、国語に関しては平均点が21、2、3点ぐらいの時は ×6 まで OK で、平均点が24、5点ぐらいになってくると、まあ ×5 までで抑えてほしいですね。これが国語を攻略して早稲田社学しっかりと合格していくための、まあ、鍵になってきます。これはもう明確にデータで出てます、なんでここはねちょっと一番気をつけてほしくて、で社会に関しては、まあ、最近ねちょっとこうややおとなしくなってきてはいるみたいですね、社会に関してはね。で実際まあ確かにこう生徒たちの取れ高も少しずつ昔と比べるとえげつない問題が少なくなってきてるんですが、まあ、でもそれでもなかなかこうよく考えさせる、いわゆる丸暗記だけでは解けないようなこう消去法だったりとか、推理して解くとか、資料を読解して解くみたいな問題も多くなってきてるんで、そういうのの対策ってなかなか参考書でできるのって厳しいのがあるんですよね。参考書宣伝してたけど、でもあれはね結構異質なんですよ。だからその意味で知識じゃなくてね、解き方でね結構アプローチすることを教える参考書なんで、なるほど、ね、ですからね、まあ、すごくね、はい、すごくね解き方をねすごく詳しく解説したやつで、まあ、ヒストリアぐらいしかこれまでなかったじゃないですか、でそこにねこう入り込んでいくっていうね一冊です。おすすめです。多学に関しては、まあ、そんなところですね。はい、なるほど、わかりました。はい、じ
じゃあありがとうございました。ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとう。いいねとチャンネル登録スーパーお願いします。